皆さんチュースってなわけでね、皆さんどうもおはようございます、こんにちは、こんばんは。今回もやってまいりました、 K の大冒険ですね。なわけで、タイトルにあるとおりドドーンという感じで、まあね、ジークエクスカリバー、買ってきました。ちょっとね、あの動画アップ遅れちゃって申し訳ないんですけれども、まあとりあえずね、まあビビの合わせて合計4つ買ってきてね。で、俺一応予備で、俺は2個買ったんだけども、お互い2個2個買ってって感じかな。まあ早速開封していきましょう。はい、完成しました。まあね、まだシール貼ってないんですけれども、シール貼らない方がね、あの赤いクリアなところが結構見えていいかもしれませんね。はい、いやーもう素晴らしいですねもうメタルの聖剣ということでね、ゴッドアビリティ、はい、まあ、ちょっと早速回していきましょう。どんな動きをするのか試していきたいと思います。いきまーす。3、2、1、ゴッシュ。わ、相当暴れるね。じゃあちょっと大きめのビー玉と一回やってみよう。一回ね、ラッシュシュートで3、2、1、ゴーッ。鉄の場所当たってキーンってなんねえか。お、今でいった、うん、お、威力が足りないみたいだ。うまっ、うまっ、うまっ、うまいね、超うまくやったね。なんなら聖剣ずっと当たってたね、ガンガンって。いいね、俺と戦ってみようぜ、うん、ね。よっしゃ、さあどっちが勝つか。斜めシュートだよ、うん、3、2、1、ゴーッ。これ回ったら無理ですよ。うえ、でも追い出した、やば、うん、はい、ってなわけで完成しました。こちらですね、メタルチップを搭載して、色も赤と青で搭載して、しかも軸先はこちら、もうみんなが分かってるこれね。これ意外とね、打ち方によって結構暴れるので、中心で暴れてほしいなということで、こういうカスタマイズにしました。はい、まあちょっと試し打ちで、でビビの方もね、あのジークエクスカリバー買ったので、ね、ちょっと一回見せて。こちらの改造は、これがビビの改造ですね。いや、もう考えずに組み立てられるからわかんない。ほう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 、いいのつけたね、いいのつけたね、これこれだいぶ強いよ。はい、てなわけでね、レジェンドスプリガンの力を借りてますねはい、では俺が作ったのと BB が作ったのどっちが強いか試してみましょう。じゃあ3点ポイントマッチでいこうか、うん、いくよ、3、2、1、ゴー。ッおー、上からのダンクシュート、うん、痛いぞ、ね、これね、ジーク止めるときちょっと指気をつけた方がいいね。怪我する、怪我するね、なんなら突き指すんじゃない、うん、3、2、1、ゴーッ。はい、今のカウンター当たって欲しかった。ゴーッ、2点。痛い、痛いよってだから言ったじゃん。2-6。さあ次で決めてやるぜ。もう一度バーストでオーバーキルの4点にしてやる。あれ、フラグかないくよ、3、2、1、ゴーッ。1点。おーおーおー、また2-6、うん、お互い2-6なんだ、うん、やっぱ同じ強さなんだな、レイヤーはね。いくぜ、3、2、1、ゴーッ。それはなし、入れんな、出たらなしね、うん、あ、これん、ああ、ガリガリしちゃうやつ、ガリガリしちゃ
でもその直し方も分かったもんね。うん、いくよ。3、2、1、ゴー。じゃあ、おかえり。それは君の粘り勝ちということで。どういうの。1点ですね。じゃあ2対2。もうわけがわからんもんだって。空中蹴っ飛ばして戻ってきたから、うん、実際外についてない、うん、だからそっちが1点残ってたから、かっこいいのを見せたね。よくわかんない。3、2、1、ゴッシュ。戻れませんでしたね。戻れません。まあこれはしっかり最後はちゃんと戦いましょうね。いきまーす。3、2、1、ゴッシュ。お、うまい。どうなった？わかんない。なんかどっちか回ってた？わからん。わかんねえな。もう一回だな。うん。いくよ。3、2、1、ゴッシュ。バーストー、うん、はい、ってなわけでね、なんとか宣言通りオーバーキル4点です。いや違う、俺3点だったっけ ?2点だったっけ ?2点だよね、3ポイントマジでなんで3点なのか。そっか、もう終わってるよ。そっかそっか。はい、ってなわけでオーバーキル4対3ということで、違うよ、4対2で負けちゃった。俺の勝利。はい、ってなわけでね、よければね、皆さんもねこの改造してみてください。ちょっと脱げちゃった。ポロリポロリ。はい、こんな感じですね。ちょっとねこれパース的にはレアなんですけど、まあちょっと手にしにくいかもしれませんし、あとこのねこのドライバーもなんか結構お高いので、うん、ちょっと組み込むのはまあ豪華な感じになっちゃいましたけれども、まあこいつやたら強いんで、よければ皆さんもお真似してみてください。あとおすすめ改造があればね、あのコメント欄に書いていただけたら、採用する可能性もありますんで、君が考えたベイのカスタマイズがなんと僕の動画に出る可能性があります。できればね、コメント等々よろしくお願いいたします。それでは次回もお楽しみにしていてください。以上の前に、の前にこいつなんだろ、回すやろ、うん、うちのスターセイバーちょっと変わってジークエクスカリバーのものを組み込んでいます。ちょっとこれで戦わせようかなと思っています。一人で撃つの？頑張れ。おう、3、2、1、ゴッシュ。いけ、さあ、セイバー。わー、以上。